どうもしゅんです。こんにちは。今回はリブセンスという会社のオンラインウェブ面接を受けるという企画になってます。ということでですね、リブセンスの採用担当の方と実際の就活生にお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。リブセンスで新卒採用担当しています五十嵐と言います。今日はよろしくお願いいたします。リブセンスで不動産ユニットのプロダクト責任者をしております萩原と申します。よろしくお願いします。東京経済大学経営学部流通マーケティング学科3年の鈴木俊之介と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。まず最初の質問として、鈴木さんが学生時代頑張ってきたことというところについてお話ししていただいてもよろしいですか。私が学生時代に頑張ったことは、ラクロス部のディフェンスリーダーとして総部初の全試合勝利を達成したことです。自身のチームには失点数が多く、守備の共通認識がないという課題がありました。その課題を解決するために、守備でのオフセの作成と可視化共有を行いました。作成にあたり、他大学の知恵を借りながら図を用いたシンプルな資料の作成を心がけました。結果、リーグ最少失点で総部初の全試合勝利を達成することができました。この経験から、資料として共有する大切さと意思疎通の大切さを学びました。ありがとうございます。緊張されてます？はい、とても緊張しております。全然緊張しないでくださいって言って、緊張しなくなれば苦労しないんですけど、まあ、緊張しないでください。はい、はいはい、ありがとうございます。全勝されたっていうのは、はい、都大会とかになるんですか？現在3部リーグに昇級しているんですが、はい、本来2部リーグの昇格を目指して日々活動していたんですが、コロナの影響で昇格というそのものの概念がなくなってしまって、特別大会という形にはなってしまったんですけど、その中で全試合勝利を達成することができたという形になっております。ご説明難しいかもしれないですけど、難易度としてはどのくらい難しいことなんですか？自身にとってはすごく大変だなと思っております。理由としましては、総部今年で30年になるんですが、その中で一度も全試合勝利ということは達成したことがないので、30年に一度ということで、それなりに難易度は高かったのかなと認識しております。心得っていうのは、鈴木さんが一から一人で作られたようなものになるんですか？作ろうと思ったのは自分自身なのですが、ちょっと知識が足りなかったため、自分たちの大学の方にいろいろお聞きして作ったっていう形です。じゃあ、その心得を作ってから、実際全勝を遂げるまでの間に改善していったことであったりとか、はい、苦労したことっていうのを教えてもらってもいいですか？先輩との関係性っていうのが自分の中で苦労しました、うん、自分が急にこれをやりたいと言って申し出たところで、簡単には受け入れてもらえないというところがあったので、そこを説得するのが一番苦労しました。それどうやって説得したんですか？自分自身が日頃から模範となる行動をするといった人間性のところで努力することによって、少しずつ認めていただきました。3部って多分一番下のところなので、はい、一部の全国で優勝を目指してる人だったら、きっとマインドが違うのかなっていうふうなことを思っていて、はい、そういう人らに対して頑張ってもらうかっていうところには、いろんな工夫が必要かなって思ったんですけど、すんなりいく気がしないなと思って。強豪校の地位を借りたっていうところを、割と自分的にはアピールポイントにして、日本一を目指しているチームの意見を取り入れてやってるよっていうことをアピールしながらやったことで、少し試してもいいんじゃないかっていうふうに。なるほどなるほど、はい、それは結構聞きました。それが一番聞いたかなと。はい、そもそも目標って全勝が目標だったんですか、鈴木さんの中で？私の中での目標は2部昇格というのが目標。ああ、なるほど。なんでそういうことを始めたんですか？はい、応援してくれてる方々がいるというのが一番で、具体的には OB だったり、私自身の親も割と部活動を積極的に応援してくださる方だったので、うんうんうん、そういった方にもチームが勝っていく姿っていうのを見せたいなと思い、頑張れたと思っております。最後の質問なんですけど、はい、ここでのこの経験っていうことをビジネスとかに転用させるとしたら、どういった自分の得た能力とかスキルっていうものを転用することができると思いますか？はい、一つとしては、お客様から期待されたことに対して答えるっていうところも、自分がそういうふうな人間なのかなっていうふうに学びました。できる人の当たり前の基準に全体を合わせていくために、できる人の意識していることを共有して浸透していくっていうのが、ビジネスでも活かしていけるのかなと思っております。はい、なるほど、分かりました。じゃあ、これで終了とさせていただきます。ありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。すごい緊張されてましたね、結構。
ちなみになんですけど、今これ本当の面接だったら採用か不採用どっちですかね。ちょっと今回お見送りかもしれないですね。五十嵐さんはどうですか。普通科になると思います。理由とかって聞いてもいいですか。面接で通らない理由って、その人がダメだからじゃなくて、よくわからないからっていう理由の方が多いと思っていて、今回で言うとまさにそれで、ちょっと作られてきた言葉感をすごい感じていて、なんかもっと生々しい体験とかもあるはずだけど、そこら辺にはこうあまりいろんな角度から質問したけど出てこず、とりあえずディフェンダーとのトップとして頑張りました、でそれが前哨につながりましたの割とこう一軸のみだったので、こう人間性みたいなところがあんまり見えなくて、限られた時間でたくさんの方と接すると、その中で分かった方でいいと思った方を選ばなきゃいけないので、鈴木さんの方は普通科になってしまうかなというところですね。五十嵐さんはいかがですか。シンプルに分かりやすく伝えようという思いが高まって、端折ってポイントだけ伝えていただいたかなと思うんですけど、そこが逆に伝わりづらかったなっていうところがあるので、今日の30分っていうだけだとどうしてもちょっと分からない部分が多かったので、お見送りになるかなとは思いました。正直なご意見ありがとうございます。鈴木さんの今の面接のフィードバックをお二人からいただいてもよろしいですか。ご自身の経験を自分なりにまとめて話すっていうことができているっていうところがすごくいいなと思いました。創部以来30年できなかった前哨っていうことができたっていうのもすごくいいポイントだなというふうには素直に思いました。その一方ですごくもったいなかったなと思う点は、硬かったなと思いました。なのでどのくらい鈴木さんがそこに貢献をしたのかとか、どのくらいの思いでやっていたのかとか、そこに対してどのくらい考え抜いたのかみたいなところが分からなかったっていうところが残念なポイントだなというふうには思いました。あともう一段階掘り下げた、なぜうまくいったかっていうのがあると良いのかなという気がしました。五十嵐さんいかがですか。はい、自分のできることとできないことっていうのも分けた時に、他のチームっていうところを頼りながらなんとか部を改革しようとされた精神みたいなところは本当に鈴木さんならではだなと思って聞いていたので、素敵だなと思って聞いてました。改善点みたいなところで、まあ、先ほど言ってた綺麗な言葉とかシンプルな言葉って要所要所が伝わっていいかもしれないんですけど、本当にそれは鈴木さんじゃなきゃいけなかったのかみたいなオリジナリティも欠けることにはなってしまうなと思っていて、できなかったところみたいなところも意識的に伝えていくことで、再現性だったりオリジナリティというところが伝わって、ぐっと厚みを増した鈴木さんの印象が伝わるのかなとは思いました。最後に鈴木さんから面接とフィードバックの感想をお願いします。緊張しすぎていたなっていうのは自分の中でも感じました。でもうちょっと自分のファッションというのをもう少し前面に出してやっていけたらよかったのかなと思いました。自分自身話が長くなってしまうということがあったので、端的に答えようっていうのをちょっと意識しすぎてしまって、その感情と論理性というところのバランスがちょっと崩れてしまっていたので、もうちょっとそこで自分なりのいい塩梅を探しながらこれからは練習していきたいなと感じました。すごいいい人なのが伝わってきて、頑張っていただきたいなと思いました。今就活始まったばっかだと思うので、これから引き続き頑張ってください。ちなみにリブセンスさんで新卒採用において求めている人物像をお聞きしてもよろしいですか。リブセンスで今全部で6つぐらい事業があるんですけど、その各事業部ごとにトップが2人いるんですね。新卒採用ではここのトップになっていただけるような方々の採用っていうところを目指しているので、入社後最短で今の中途社員と同じような形でリブセンスの次を作っていく、社会をより良くしていくっていう人たちを採用するために新卒採用してます。あとは逆境こそ燃えるみたいな人たちの方がすごく今は欲しているところがありますね。はい、ということでですね、今回ご協力いただいたリブセンスさんの新卒採用は引き続きされているので、よかったら下の概要欄から応募してみてください。リブセンスさんも YouTube チャンネルをされていて、今は更新されてないんですけども、動画のストックはあるので気になる方は見てみてください。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。